岡田さんは常にポジティブでネガティブな人の気持ちがわからないとおっしゃっていましたがそれにもかかわらず時々とんでもなくうつ状態になってしまうこともあるのですよね。ネガティブと,鬱とはうつはとても近い関係にあると思います。なぜネガティブにはならなくてもうつにはなってしまうのですかうーんあのね ネガティブととって関係なないと俺は思うよ。なんでかっていうとネガティブっていうのは戦略なんだよ。あのでそれに対して打つっていうのはさ病状だからさ言っちゃえば、えー、っと俺さ運動しないんだで健康にもあんまり注意払わないわけじゃんで食事も栄養バランスもあんまり考えないわけじゃんこれ俺の生き方であって生存戦略なわけねつまり精神的なストレスをあまりた,たあの立てずに生きていこうっていう生存戦略なわけだ。 これがネガティブポジティィブブポジと同じようなな戦略なわけだ。つまりえ不健康な生活ってやつな。で「うつ」っていうのはさ風邪みたいなもんだ不健康な生活してたら風邪をひきやすいんだけども不健康な生活と「うつ」とはべ別にイコールのもんじゃないんだ健康的な生活してても「うつ」になる <laughs> あの風邪はひくしで不健康な生活してても風邪をひかないやつもいると同じようにポジティブでも「うつ」になるし「ネガティブ」でも「うつ」にならないしただ 不健康な生活をしていると風邪をひきやすいようにネガティブな考え方をしていると一旦うつに入った時にうつを加速させやすいという作用があるその場合は繰り返すけどもポジティブネガティブというのは戦略なのでそれを自分の性格だと思ったら変えられないんだけどさ僕が思うポジティブネガティブっていうのは戦略なので切り替えた方がいいと思う。で大多数の人は自分の性格と戦略との見分けがついてないんだよね。 それは子どもの頃からこういうふうにすればうまくいくこういうふうにすれば失敗するという結果自分ににが身につけた無意識のうちに操作できる戦略と子どもの頃からの性格でどうにもならない例えばさ臆病っていうのは性格なんだ。でも消極的っていうのは俺は戦略だと思うポジティブネガティブっていうのは戦略であって怖がりとかなんだろうな えー、考えなしとかバカっていうのは俺 <laughs> はあの性格レベルのことだと思うんだよな、ね、だからあのすぐに人を信じちゃうこれもね、えー、っと性格なんだでもすぐに人を信じちゃうネガティブもあるしすぐに人を信じちゃうポジティブもあるんだ。このせあのの戦略とと性格との仕切りっていうのを分ければ、